こんにちは、レジャーハウス宮崎です。ですね、昨日に引き続きまして、今日も、セールのですね、自転車のご紹介をしていきたいなと思います。1月29日まして30日って言ったんですけど、一応30日ちょっと棚卸しの可能性出てきたんで、一応29日まで限定で、決算セールという形でですね、自転車のセールを始めたんですけど、昨日ね、ちょっとご紹介した小径、ホールディングバイクですね、折りたたみの自転車の、について、一つずつちょっとね、紹介していきたいなと思います。で、まず最初に紹介するのがこちらの自転車ですね。ダホンの K3 になります。14インチの、自転車で、3速のですね、外装の仕様の自転車になります。非常に軽くてですね、重さが7.6キロぐらい、ものすごく軽くて、ただタイヤが14インチということなので、非常に持ち運びも良くてですね、これで飛行機に乗せたりとかする人もいるぐらいなんですけど、この自転車をですね、ちょっとご紹介していきます。実際こう折りたたんだ時の感じってこんな感じなんですけど、これを、一回元の状態に戻していきたいと思います。で、よいしょ。非常にね、簡単に戻すことができるので、ここで、固定して、座席を上に上げて、で、こちらを戻して、で、ここのハンドルのところを直してあげると。これで一応もう完成の状態です。で、最初からちょっとスタンドはついてこないので、オプションでお付けするような形にはなりますが、とりあえずですね、一応アジャスタブルの、スタンドっていうのが用意されてますので、これでスタンドをつければ一応自立して立てられるという形です。非常にね、軽くて本当に片手でこう持てちゃうぐらいの重さ、7.9だったかな、交渉で、7.8キログラムでしたね、になります。14インチで3速です。フレームはアルミでできてます。で、これどういう人におすすめかっていうと、やっぱりこう小さい自転車欲しいなっていう方、持ち運びすごく楽ですし、以前ご購入いただいた方だと女性の方で電車に乗ってって、で、旅先で使いたいっていう方だったんで、ただ14インチってもう一つダブプラスっていう自転車があるんですけど、それですとシングルスピードなので、ちょっとギアがなくて、ちょっとこうもうちょっともったいないなっていうところがあるので、ギアがあった方が少しね、距離走るときなんかは楽に使えますから、そういった面では、このタイプの方が、少し距離走る方で、かつ小さくて、軽い自転車が欲しいっていうお客様にはおすすめなのかなと思います。で、ハンドルの角度とかもですね、この辺のところで調節できますし、サドルの高さも結構幅広い身長の方に対応できるように設計されてますので、いろんな方にちょっと乗りやすい自転車なのかなと思います。で、タイヤがですね、これ14の1.35っていうタイヤなんですけど、これをね、なんかビッグアップルのシュワルブのタイヤで、14×21 っていうタイヤが出てるので、それに変えてあげると結構走り心地が良くなりますよっていうフィードバックもいただいてますから、もしこの自転車乗ってらっしゃる方ですね、タイヤのところでもうちょっとこう、クッション出したりとか、しっかりとした感じが欲しいっていう方は、シュワルブのタイヤをご利用いただけるといいんではないかなと思います。私が今だいたい身長が168ぐらいなんですけど、その人がね、乗った感じで乗るとどういう感じになるかっていうと、こんな感じのイメージになりますね。結構タイヤが小さいんで、このタイヤのハンドリングはね、かなりクイックな感じではありますけど、非常に安定してるし、ハンドル位置も、そこまでこう低いわけではないので、乗った感じはですね、普通のクロスバイクにかなり近い感じで乗れるのかなと思います。足上げた時に、腕にね、足がこう当たらないぐらいなので、この辺も、仮にここにペダルを来たとしても、全然このね、当たらないので、どんな身長の方でも結構乗りやすく乗れるんじゃないかなっていう感じですね。で、サドルは結構細めです。これ
結構ねここのところが細いので、まあ、これはもうちょっと好みが分かれるかなと思いますが、もしこの辺も変えたければ変えることできるので、その辺はご相談いただければなと思います。紹介したこのダホーンの K3 なんですけど、一応対象身長142センチから193センチということで、ございます。はい、で価格がですね、これ定価が今10万5600円の税込みなんですけど、これをですね1月29日まで限定で、8万4480円ということで販売をしていきたいと思います。で今ご紹介したこのバイクが、よいしょ、これ黒赤なんですけど、これと同じ電車もう1台あるので計2台今ございますから、もしねご希望の方いらっしゃったら、1月29日までで一応特価で販売してますので、ご来店いただければなと思います。はい、というわけで今日は、ダホーンの K3 ですね、決算セールの自転車をご紹介しました。参考になったなという方はぜひいいね、評価とですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。